はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっと僕の動画では初めてなんですけれども、大食いの方はね、もうほとんどの方が来ているようなチャレンジメニューをね、常に提供しているお店さん、歌舞伎町のど真ん中にございます、こちらイタリアーノさんという洋食屋さんに訪れております。まあ、このね、お店さんなんですけれども、結構常に新メニューという形でいろんなチャレンジメニューを開発しておりまして、今回ですね、ちょっとこれ2キロから5キロまでレベルが分かれているチャレンジメニュー3キロの新メニューにね、挑戦させていただこうかなと思っております。で、もうただすでにちょっと大食いの、ね、方はゾウくんだったりエビマヤちゃんだったりで、あとは三年食太郎ちゃんだったり、もうほとんどの子が挑戦しているものでございますので、せっかく今日3キロですし、久しぶりに本気の最速を目指してチャレンジ挑んでいこうと思います。なのでね、しっかりねちょっとタオルを巻いてやっていこうかなと思います。簡単にさっとルール説明ですね。先ほどもお話ししたようにレベルが1レベル、2レベル、3レベル、4レベルと分かれておりまして、今回は僕が挑ませていただくのがレベル2の3キロのチャレンジメニューでございます。制限時間が30分、料金が6600円、成功の場合はお代無料プラス6000円分の食事券に記念缶バッチということで、まあゾウくんなんかはね、セルフで半分に制限時間を設けて15分で挑戦したりしてましたけれども、基本的に僕はね、30分の制限時間内のうち、最速で食べれるかっていうところでチャレンジしていこうと思いますので、今日はねパスタなんですけれども、巻かずにすったりします。そういった映像がね苦手な方はあらかじめご了承いただければと思います。すいません、お待たせしました、はい、お願いします。はい、30分ですね。はい、前からさせていただきます。はい、いきます。3、2、1、スタートです。いただきます。はい、いただきます。よし、うわよっ、ちょっとまずハンバーグからかな。うわ、チーズすっごいうまそう。うわ、ふわふわ。うん、うまザッツ、めちゃくちゃうまい。
中から隠れ食材かな、唐揚げが入ってます。うこの唐揚げとワインとか最高にうまいですね。うわー、うわー、うわー、ちょっと今日は遠慮しときます。うわー、うまっ。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで本日のチャレンジがね、ただいま終了しました。結果ですね、9分と59秒という結果になりました。一応おそらく最速チャレンジとしては成功したんじゃないかと思います。改めてごちそうさまでした。ちなみに、はい、せっかくなので何かおすすめの料理とかっていただけたりしますか？そしたら牡蠣三種盛りいただいていいですか？お願いしますということで、ただいまですねチャレンジが終わりまして、本日ね3キロを全力で食べましたんで、こちらのねイタリアーノさんの良さをまだ僕味わえておりません。皆様にもですね動画でまだ伝えられてないので、先日ツイッターを見てると、このイタリアーノさん牡蠣が美味しいよと、まあそんな感じでね書き込みがありまして、今日仕入れがあったんで、せっかくですからこちらね生牡蠣の三種盛りをいただきました。運転なんでねアルコールは飲めないんですけど、ドライゼロと一緒にねこの牡蠣を決めさせていただきたいと思います。じゃあちょっとチャレンジ終わりがけの一杯に。聞く。ちょっとねひとまずこちらお通しいただいてますんで、こんな感じでございます。まあ、じゃあそしたら兵庫県産の赤穂クリスタルブランからちょっとポン酢いっちゃいますか。おお、これ牡蠣見えるかな、めちゃめちゃうまそう。おお、ああ今日チャレンジ頑張ってよかった。この続いて丸レモンにもみじおろし、ネギとレモン、あ全然違う、あこっちクリーミーだな。あこれ食べ比べ楽しい、この2種でも全然違うわ。1個目はあっさりプリプリなんだけど、2個目はね結構クリーミーな感じ。今日最後の牡蠣だけど、この仙宝子めちゃくちゃサイズでかいですね。もう今食べた2個の牡蠣の倍はあるね、サイズでか。うわ、うまっ、うん、じゃあチャレンジ成功祝ってのこの一杯も終わったところで、改めてごちそうさまでした。ということで本日はですね、こちら大食いがほとんどもう来てるね、人気店というか、もう動画見てる方だったら有名店と言っても過言ではない新宿にありますイタリアーノさんで、僕自身はね初めての3キロチャレンジを最速で挑ませていただきました。結果的にはね10分切れたということで、一応タイム的には今のところ最速と歌ってもいいんじゃないでしょうか。とは言ってもですね、他の方はみんな4キロ5キロとやってますし、まあ最速と言っていいのか難しいところではあるんですが、今回はこういう結果ということで、個人的には大食い好きな人にとってはね楽しんでいただけるような動画になってよかったかなと思います。またねこちらのイタリアーノさんのチャレンジメニュー以外にももちろんですね美味しい絶品料理多数ございます。僕もこのお通しと牡蠣しか今日は食べてませんけど、ここだけでとんでもない
レベルの高い美味しい洋食でございました。ぜひ皆さんもですね、この新宿に来た際にはこのイタリアーノさんで美味しい洋食を食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらはね、合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。